ばんは。はい、スタジオライブですね、ボリューム162という名のですね、ほぼガールズライブお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ほぼもありがとうございます。もう今日はですね、自分とともやとね、あと受付にゆうじがいるぐらいで、あ、あとすみません、矢作さんもいらっしゃいましたけども、4人でね、男をやっていきたいと思うんですけども、矢作さんの姿勢姿勢の話はいいです、聞いてください。それでちょっとね、やっぱ楽屋もですね、男2人しかいないもんですから、ちょっとね、肩身の狭い思いをしてるわけですよ。他の、ね、女子たちはこう固まってね、トーキングしてる中、僕たちは2人でね、椅子に座って、ハーレムじゃないんです、そんなね、いい言葉ではないんですよ。もう肩身の狭くね、いたんですけども、そんな中でですね、ちょっと自分、香水を変えまして、どうでもいい話なんですけども、こう、いや、うんうんじゃないよ、うんじゃない、そう、うん、あ、しない。あとでちょっともうちょっとつけてくるね。そう、香水変えまして、それをですね、ちょっとやっぱ新しいのってつけたくないじゃないですか。で、こう、プップってつけたんですよ。いや、そうです。つけすぎたね。適度にこう、プップってつけたんですけど、そしたらですね、近くにストロベリーズの二人、ほのかちゃんとりなちゃんがいたんですよ。で、ちょっとちらっと見たら、明らかにうっとした顔したんですよ。明らかにもうっとした顔したんですけども、二人とも大人です。いい香りですね、って言ってくれました。本当にね。素晴らしいです、あの二人は、ね、自分より大人なんじゃないかっていうね、ストロベリーズの二人も今日出演しますのでね、皆さんぜひね、楽しんでいってください。ということで、今日のライブの説明したいと思います。本日1時間弱のライブとなっております。ライブ終了後には交流会の撮影会、いつも通り30分間行います。あちらの A スタジオで女性出演者、こちらの B スタジオで寂しく男性出演者を行います。交流会の撮影会終了後にはツーショットチェキ、いつも通りやりますので、1枚600円でですね、好きな演者、好きなユニットと揃えますので、ぜひぜひお願いいたします。ということで、あと注意事項ですね。まず演者へのお触り、こちら禁止となっております。そしてご自身の、じゃないですよ、禁止となっております。そしてご自身の携帯電話を使った自撮り行為、こちらの方も禁止となっております。そして出待ちの方も、あ、4つです、出待ちの方もですね、お控えくださいということで、ご協力よろしくお願いいたします。はい、ということで、スタジオライブありがとうございます。スタジオライブボリューム162の方ね、スタートしたいんですけども、ちょっとですね、俺のスタートでちょっとあれなんで、じゃあちょっとリュウジ、今日受付で来てるんで、ちょっとリュウジね、出番、受付のね、このスタートだけ一緒にやりますかね。急に言いましたけど、一緒にスタートって言うだけだから、ね、スタートだけです、ね、うんうん、俺がスタジオライブって言うからスタートで、ね、できますよ、いける、それぐらいできる、いける、あ、OK、 いきます。それではスタジオライブボリューム162スタート、行きましょう。全然息合ってなかったよ急に言ったからね、すみませんね。スタートです、行きましょう。